白金っちチャンネルへようこそ。こんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。2ヶ月ぶりにここマルテル養魚所さんに出会いを求めにやってきました。入り口の扉にこんなポスターが貼ってありましたよ。マルテルさんのインスタグラムでもポスターの情報が載っていました。ではお店に入っていきましょう。入ると左側にメダカたちが私たちをお迎えしてくれましたよ。わお。隣はコメット、シュブンキンだと思います。1匹100円格安ですよね。おう。また隣は黒メダカ5匹で100円。ちょっと歩いて左へ曲がるとここもメダカで、白メダカ1匹100円、黒メダカの方が安いんですね。こちらは代わり主分金1匹1000円、随分墨の柄が多い主分金です。主分金も丈夫な金魚で飼育しやすい金魚ですよ。黒い墨が入ってかっこいいですよね。我が家も主分金は飼育していました。今はいませんけどね。はい、頂点岩1匹1000円。頂点岩もあまり泳ぎが得意な金魚ではありません。気をつけて飼育しましょう。こちらは1匹5000円の何かな、ローズテールもいるような、ショートテールもいるような、ちょっとわかりません。はい、隣がオランダシシガシラですね。サイズも大きな子たちですよ。ほんと大きい子でしたね。オランダシシガシラも丈夫な金魚で、私も飼育したことあります。愛嬌もあって可愛いですよね。こちらは1匹2000円の長尾です。カラフルな長尾たちがいっぱいいましたね。見た感じも可愛いですよね。長尾も欲しいなと思うんですけどね、水槽がないんだな。次は1匹2000円パンダだと思います。何匹かパンダ柄がいますね。9月27日にパンダオランダが入荷したみたいだから、可愛いパンダ柄は先に売れちゃったかもしれません。我が家にもパンダ1匹飼育しています。このマルテルさんで買いましたよ。今元気に泳いでいます。この金魚は、ちょっとわからないんです。名前も書いてないから。でもこの白っぽい金魚、船尾ですよね。かわいいけど。はい、下にいるのが、この子たちはサラサワ金だと思います。1匹4000円。ちょっと画像が見にくいかもしれませんね。波が立ってますからね。サラサワ金は尻尾が三つ尾なんですよね。これはピンポンパール1匹500円、特価で1匹なんと100円になっていましたよ。びっくり。ほんと100円です。安っと思いました。100円なんてホームセンターでもいないくらいですよね。スミエドニシキ1匹300円。スミエドニシキはスミと5色の代わりエドニシキ、スミと5色の珍しい色柄の個体なんですね。ちょっと派手な色になるかもしれませんよ。こちら側は卵球コーナーで、袋に卵球たちが入っていました。この日に入荷した金魚たちですね。この日入荷が多かったですよ。こちらは琉金だと思います。
本当大きな龍金でした。一匹2000円。2000円、安いですよね。大きなサイズでしたよ。色もオレンジが濃くて迫力満点。それに水槽にいっぱいいました。もう釘付けになってしまい、ちょっと眺めてしまいましたね。この子たちを見ながら一人でね、ブツブツ喋っていたんですよ。うわー、綺麗とか、すごいとか、大きいとか、おかしいですね。はい、下の方には桜錦ですね。1匹1000円。可愛いサイズでしたよ。でも桜錦もいいですよね。私も桜錦大好きです。桜錦も我が家にいましたよ。今はほんといません。これは玉サバ。1匹600円。可愛かったですね。一瞬購入しようかと思いました。またこの金魚は寒さに強い新潟の地金なんですね。ほんとお目目かわいいですよね。見てると玉サバは大きくなると錦鯉とも一緒に混泳できる金魚みたいですよ。すごいですね。調尾1匹2000円。少し大きなサイズでしたね。ちょっと波があって、下の方に黒い調尾が沈んでるんですけど、いっぱい。ちょっと画像的にもちょっと見えないんですけどね。端っこの方にオレンジの子がいましたけど、こちらはレメキン、サラサショートテールかな。サラサ模様はほんと可愛いですよね。この子たちも尻尾が短いから、泳ぎがあまり上手じゃないので、あまり泳ぎの上手な子たちとは一緒に飼えませんよね。この子たちの下の方には、3000円のサラサワキンです。あんまりたくさんいませんでしたね。少しだけいました。こちらは水泡岩1匹500円。かわいいサイズですね。水泡岩も可愛いですよね。上の方に黒デメキン、大きな子でしたよ。ちょっと画像が見づらくてごめんなさい。次は中国関東アズマニシキ。我が家にも1匹います。7月に2匹購入して、1匹はダメでしたけど、あと1匹は今のとこ元気。こちらは水泡岩キャリコ柄、1匹2500円。サイズ的には大きいですよね。キャリコ柄、私は大好きです。上の方は、ローズテールオランダ、1匹1500円。2匹しかいませんでした。もう随分売れちゃったんですね。で、隣が、3000円のメノーランチュー。メノーランチューも人気があるんでしょうかね。だいたいマルテルさんとこ行くといますよね。次はこちらもキャリコ柄の水泡岩ですね。ちょっと小さいかな。よく見ると可愛いですね。水泡岩とかデメキンとか氷点岩なんか一緒に飼育するといいかもしれません。これは江戸錦1匹1000円です。ミニ江戸錦かな？違うかな？前インスタグラムでミニ江戸錦が9月22日に入荷しましたって書いてあったからな。はい、キャリコワキン。キャリコワキンも色が綺麗ですよね。こちらは、これは赤面オランダ、3000円。面白い金魚ですね。マルテルさんのインスタグラムで初めて見ました。9月27日に入荷したみたいで、随分売れちゃったみたいですよ。マルテルさんには10月4日に出かけましたからね。こちらは、
卵球1匹8000円。この白っぽいのがいいなぁと思うんですけど、可愛いような、綺麗なような気がします。こちらは1000円の琉金です。まあ1000円ぐらいやったら手頃な金額ですよね。まだ琉金は飼育したことないんですけど、最近ショートテールが気になるもんですからね。こちらはアズマニシキ、そんなに小さくないですね。1匹3000円でしたね。この水槽にはあまりたくさんいませんでしたね。ほんの何匹しかいませんでした。もう売れちゃったんでしょうかね。こちらが1000円、これもちょっとアズマニシキなのか何なのかちょっとわかりません。もう綺麗ですよね、尻尾が。こちらは関東スズキアズマニシキ1匹3000円。これは案外とまあまあ立派な個体してますよね。綺麗ですもん。隣が江戸錦1匹300円。ちっちゃい。かわいいサイズ。でも格安です。こんなに柄がついて300円なんて安いですよね。次、下の方行くと、こちらは保留1匹3000円。前にも保留紹介したことがありましたね。その時は私も初めて見た金魚です。前の時は少し小さい保留でした。今回はちょっと大きな保留ですよ。体が丸っこくてね。渋い色でした。こちらが変わり竜。1匹2000円。まさきの保留より色がね、カラフルなんですよ。白っぽい子もおれば、ちょっと色のついた子もいますよね。この卵球、大きな子です。本当大きな卵球でした。下の方にまたポスターが貼ってありましたよ。でも素晴らしい卵球です。はい、2万円のローズテール。サイズも大きいですね。ローズテール、尻尾が綺麗ですよね。隣がメノーランチュー、5000円。この子たちも大きいですよ。で、下の方に行くとショートテールの琉金です。琉金もショートテールがいるんですね。尻尾が短いのは可愛いです。最近私、尻尾短いのも大好きなんですよ。お隣の水槽は、この子たちは1万円。なんでしょう、この子たちの名前は。わかる人いますか？こちらはハーフムーンオランダ。尻尾がハート型なんですよね。また黒っぽい子が多いですから渋いですね。尻尾も大きいし、尻尾がふわふわ泳いでいます。まあこの子、顔が、肉流がすごいですね。もこもこ、泳ぎがふわふわ泳いでいます。この水槽のアズマニシキ、大きい子なんです。それに綺麗でした。柄もいいですよね。
と思ったら隣がもっとでかいのがいました。3万円ほんとでかかったですよ。うわーすごいでかいと思って、初めて見たんです、こんな大きいの。私の手より大きなアズマニシキでしたよ。こんなに大きく育てるの大変でしょうね。こちらは4000円の鶏から、かわいい柄でしょう。いいですよね。この鶏からオランダは9月29日に入荷した企業みたいですよ。これ見てたらね、欲しいなーって。次はキャリコランチュー、大きなランチューですよ。1匹3万円きっと概算ですね。キャリコランチューは江戸錦とも言いますよね。外国の方だとキャリコっていうのかな。まん丸くて尻尾が小さくて立派ですね。で隣が、桜錦、2万円。まあこの子たちもプリプリ、すごい。尻尾も小さくて、ほんと尻尾がかわいい。下にはこちらは2歳のランチュー、大きいですね。2歳でこのサイズですよ。次はもみじランチュー。もみじランチューも私も初めて見ます。そして隣がローズテールオランダ、3万円。立派な金魚ですね。こんなローズテールも欲しいなって思います。まだまだ未熟だから買えないかな。はい、ローズテールバルーンオランダ、初めて見る金魚です。名前も初めて聞きました。まだまだ知らない金魚がいっぱいいますね。あ、この子ちょっと浮いちゃってるかな。この正面から見ると尻尾が綺麗ですね。ひらひらしていいな、かわいい。こちらは奥の部屋の様子なんです。今色大きい金魚たちがいたところの部屋なんですね。全体的に見たマルテルさんのお店こんな感じです。まあ行ったことある人たちは分かっていますよね。初めて見る人たちもいるかもしれませんので、餌も豊富で金魚関係のものいろいろ揃っています。我が家も餌2種類ほど購入させていただきました。ここにはパラクリアの大きい袋が置いてありましたよ。お店いっぱいにいろんなものが置いてありました。いろいろ見ていると、あ、これもあったかな、あ、これはなかったかなって思ってしまいますよね。はい、今回の動画はどうでしたか。ご意見ご感想お聞かせくださいね。またいつでも遊びに来てください。待ってますよ。最後にここで出会った金魚ちゃん連れて帰ります。はい、この子たちです。来週ゆっくり見てね。ではこの辺でバイバーイ。